はい、それでは中国の大会で使われているゼリーのビルドを使っていきたいと思います。ルーンの方が征服者となっておりますが、私は間違えてリータル電報を持ってきておりますが、録画開始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 できて普通だもん。ゼリーゴリラチンパンジーゼリーゴリラチンパンジー、うん、取ってやめて。お一人様じゃない？お一人様なんだけど。あと俺らあれ間違えた？違うな。え、俺らあれ間違えた？これ相手連間違えてるけど、だいぶいけるこれ。一旦プレートもらうわ。あ、でも待って、押しすぎだ、ミスった、うん、フーウェーブにしてダイブすればよかった。フーウェーブ見ようと思ってた。一旦プレートは食える。あら、一発足りんかった。まだ割れてないプレート。行ってもいいけど、うん、行くピヨン。まだ行くピヨン。やべ、壁こすっぴ。まあまあ、何も見なかったことにしてもらえる。一旦記憶消そうか、うん、まあ一旦ヒットついに行っちゃって。ラシード強いですかねってコメント本当に来ると思わんかった。ストローク見に来てる俺の。なんかラシード使ってる人誰もいなくない？まだいいのかち。いいよ全然、俺一人で。え、でもこっちマルファイトだからな。耐えてる。AP マルファイトやで。AP マルファティーテか。さすがにでもゼリが金稼いだ方が美味しいやろ。トリオとかな、なんだこれ、ね、何スワップしてるやん。違うな、これ喧嘩だな多分。敵を倒しました。ジャンプあるからな。え？言ったら使ってくれる感じのやつ、もしかして。イグナイトあんの？ないよ。ない。5秒。時期に湧く。さすがにデッティじゃん。はい、行きまーす。キマッチョ。タイマッチョ。タイマッチョ。あー、プレートいただきまっちょー。いただきまっちょー。はい、うま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 してあげて、あ、ちょっと、オッケー、やばい、で、やばい、あれ、やばそうだ。Twitch食べられマッチョして、食べられマッチョして、そろそろ帰りマッチします。倍マッチョ来る。あ、倍マッチョ来てる。あ、来てないマッチョだ。来てないマッチョ。でもさすがにそろそろ戻ってくんじゃない？ルル、あ、違う、いない、まだ下や。行ってくるね。これなんでルル見捨てられてるんだろうね。まあ喧嘩じゃないか、もう完全に。それやめて。このコメントおもろいけど、ケイトリンよりヤッチョさんの方が金持ってるの。いや当たりマッチョでしょ。何のスワップよ。何がスワップだこら。そういえばテイチジャングル。あ、ワインのこれドンバイって感じで一投しますね。ドンバイドンバイ。何これ、ベイトだったわけね。なんじゃあいつ、何この相手のずっと下にいるの意味わかんねえよ。何だこれ、ケイトに育てて何なの。当たりに来いよ、普通はこっちしばきに来いよ。
ボスト使ったけど全然足早くならなかった。タバコ持ってた。敵を倒しました。あ、いた。ヤバマッチョじゃないそれ。全然大丈夫。全然無視。あ、やばい。やばいかも。え、待って。めっちゃ美味しそうなバイル。ナイス。あ、あいつにシャットダウン取られたわ。泥棒が。泥棒猫が。泥棒猫狩るの。プンプン。あれ ?EG よね。あ、EG よね。マジで、マジでずっと下にいる。逃げ。逃げや。ああ、知らんかった。ヨネガチヒン。ヨネガチヒン。ガチヒンやった。一回、相手のジャングルなんだっけ。バイヤ。ヤバババイ。ヤバババイヤイヤイ。ヤババイ。倒りたかったな最初に。あれでいってそう。オッケー。ドラプラスタワーとか超プラス。タワー殴れん。殴れんこいつ。オッケー。やっと殴れた。マジで殴んのむずいゼリー。ミッド大ワイ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 やんこれ。ワイワイ。大ワイ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 やん。ワイ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 。てか何俺たちの構成これ。こんなキモい構成だった俺ら今日。気づいたようだね。ミッドカルマにトップマルファイトにジャングルジャングルトイッチ。めちゃキモじゃん。めちゃキモ。あーめっちゃホーリデイ。夏。どうやって倒れんのこれ。うまタワー取りすぎじゃないこれ。旅客券ちょっと大丈夫かね。まあこれ倍対策でもう差し入れてるよ。ちなみに早っ。相手どこ行った。青バフ湧いたし食べとこ。エンゲージ。倍が見えないね。あ、倍こっちだ。やばいそれ。全然。もう一人で。おお、グラスルトファンタスティック。ファンタスティックベイビー。わ、ファンタスティックベイビーダンス。ダンダンダンディロン。ファンタスティックベイビー。ダダダ。バーンバーバーバーン。ビッグバンアタック決めちゃった。え、俺これ何見せ話を映してた。いや、ちょっとだけアルティベットの瞬間だけ。なんかすげえダメージ出なかったね。あれ多分 Twitch のダメージやん。すがに。あ、でも俺のダメージかも、ね、そういえば帝国持ってたわ。なんかバイやばくないそれ。バイ壊れた。また壊れちゃった一人。また壊れちゃった。まただ。どうして？なんで壊れちゃ。壊れないおもちゃがいい。お願いしたのに。うわ壊れないおもちゃ。買ってもらう。壊れないおもちゃがいい。カルマが一番スコアいい。俺何もやってないみたいな。マジ弱そうな並びしてる。何もやってないやつみたいになるじゃん俺が。てか一番金なさそうやもんな。めっちゃあるよ。めっちゃあるよ。カルマ金持ちすぎだろ。カルマやばいよ。ちなみにあれ倍で稼ぎましたこのカルマ。敵どこ？え、なんか俺何これ嫌な感じ。感じ。まあ、レディー、どうなんですかね。殺しませんから、ね。すんごいいるやん。え、
あれ美味しそうじゃね。あー待って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 、全部ギル入らん。ギルが取るの諦めろ。全部俺の、全部俺の、全部俺のだ。ここ僕の会社だ。殴れ。うお、あ、すごい、シュンゴイいる、シュンゴイいる、シュンゴ、シュンゴ、シュンゴ、あいつコレクター持ってる、ムカつく。コレクターでごまかすなよ。あー、シュンゴイ、This is Deli Deli マナムネだけ、全然新しいビルド関係ないゼリー、うん、なんも、まあ、ナムネだけだしな、俺。ギフトメーカーだっけ、ギフトメーカー。やっと、ちょっと輝いた、俺、今。やった、カルマを抜いたかね。おぉ、ほんとや。一応一番持ってるんだ。任せろよ。一応。ずっと一人でタワー折ってたもん。確かに。タワー折って、あのカルマの CS も取って、全部取ってた、俺が。大泥棒ってこと。俺ルパン。ルパン。パンさんです。敵どこ行った？これ敵じゃんだよな。合ってる、敵じゃんで。誘導してる相手。もう。うわ、ダメージじゃない？だって別れさせちゃったよ。痛いかも。うわーっと。叫んだところで。叫んだところで。生きていく。何も変わらず、現状は何も変わらない。新ガードターンで、バイ、多分ゲームやめた。バイ、ゲームやめた。よいしょー。何の動画これ。何の動画撮れてる。いや、ゼリーはでも2コアぐらいが強かったよ。ヒッタロさっきやけど、まあまあ。そういうビルド。まあ、序盤耐えて。あげてっていう動画。何これ。何これ。何これ。はい、ちょっとねここでね、ここで終わりと思った方もいらっしゃると思いますが、なんか S10 マスターメダルなんかもらいましたね。というところあるんですけれども、ちょっとねゼリのね簡単な戦うときにどういうことを考えたらいいかっていうのね、簡単なねこうちょっとゼリの解説でもねできればななんてね。思いますね。これ皆さん知らない人もいると思うんでね、はい、簡単に大事なポイントだけ説明しようかなと思っております。やったやった、解説動画や、解説動画になりますねこれ。ゼリーのまあゼリーは戦ってる時にまあまあ大事なことをワンポイント、まず一つ目としてはですね、まあ、通常入れながら1スキを混ぜるとポンポンってポンポンというところとですね、ちょっといきますね。でまあ、あとこうスキルの簡単なところを見ると、こう 2スキルですね、エレクトロキュート、これまあこのピンって飛ぶやつなんですけど、これあの壁通すとあのでっかくなりますんで、こうちょっとハラスとかするときに、まあ、こうちゃんとこう壁を通してあげてくださいねっていうのと、このブリンク、ピョンってなって、ピョンってできるんですけど、まあ、壁、これも壁は全部、全部壁飛べるんで。だからタリアが実装されたらちょっとタリアの壁に沿ってね全部あの飛んでいきたいなと思ってますと。であとこうオールインするときとかもこう3スキル飛びながらこう2スキルでスローを与えてみたいなのもいいですね。で3スキルのポイントなんですけれども、あとこれどこだ、あ3こっちか、短い距離をしてってやるんですけど、この6秒間次の3回の通常攻撃が強化されて敵を貫通するようになると、うん、あるこれがね実は重要なんです。こうだからこういうミニオンとかいるときにもこうやれば殴れますんでね、こうその2スキル3スキル、まあ基本的にはこうまあ逃げとか攻めに使うんですけれども、まあこういうね重なってるときとかはちゃんと壁なんだろうな貫通して当てないとなみたいなのを意識して、でまあ戦いながらまあ逃げる逃げいい道をこう確保するのが大事ですね。こういうふうにこう戦うときもここで
ちゃんと壁抜けできればもう簡単に緊急離脱できるんで、できるだけこう戦うときは自分がどの壁でボリングできるかっていうのを考えながら、はい、戦うといいと思います。でまああとアルティメットはまあシンプルにダメージもあるんで、できるならまあ敵に当てたいなと。フラッシュアルティメットもできますんでね、頑張って当てましょうっていう。また殴ってるときはもうこのワイキャスキル全部押す。 OK、 はい、以上になります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。